はい、皆さんこんにちは。今日はリクエストが、たくさんあるということで、まあこれからいよいよまたね、暑い、夏がやってまいりますけども、その夏を乗り切るドレッシングですね、三国特製夏のためのドレッシング、ビネグレットですね、フランス語でビネーグルプオレテ、エテっていうのは夏っていうね、夏の、三国風のドレッシングをご紹介いたします。それでは材料です。今日はですね、あのビネガーいろんな種類あるんですけど、お好みでいいんですけど、今日は、赤ワインビネガーね、これはもう普通に売っております。粒マスタードなければ普通の、あのマスタードで結構です。あとお塩、オリーブオイル、材料、まあ、夏といえばね、ズッキーニ、ね、トマト、今カルフォルニアいろんなトマトがあります。あと、玉ねぎはですね、薄く切っております。これ赤玉ねぎですね、これ、塩で揉んで苦味を取ってもいいんですが、僕は苦味が好きなのでこのまま。そして夏といえばバジリコね、まあ、香草もディルとかタイムとかいろいろございますから、好みでトマトといえば、まあ、バジリコ。そして今日はモッツァラレラ、チーズ売り上げ1位ということでございます。まあ、これもね、もうお好きなお好みのカマンベールでもいいですしね、グリエールでもいい、お好みのチーズを使ってみてください。はい、今日はですね、こうズッキーニの処理なんですけど、まあ、あのこのまま使ってもいいんですけどね、いうかのズッキーニ、あの切った時にふっついたりとか、あのね、よく出たりとかするんですけど、まあ、このままでも結構なんですけど、よくね、ズッキーニこれふっついちゃうんですけど、こうやって紙を引いてですね、ね、これもうふっついてね、こう離れなくなっちゃうので、こうやって並べてね、ひと塩振るとですね、浸透圧でお水が出てまいりますので、あらかじめ塩を振って、はい、しばらく置いていきます。そうすると、じわーっと、水分が抜けて、あの味がズッキーニの味が濃縮されますので、ぜひ、覚えておいてください。はい、トマトはね、まあ、カットしてもいいんですけどね、このままゴロッとヘタを取っておきます。よく洗っております。今はね、だいたいトマト5色ぐらいありますからね、昔はこんなにね、なかったんですよ。はい、あの三国流ドレッシングを作ります。油ですね、今日オリーブオイルを使い作ります。で、あのここなんですけども、僕はだいたいこのスプーンを使ってね、こうドレッシングを作るんですけど、だいたいね、皆さんはホイップを使ってね、でこれから、ビネガーを入れる。そうすると、あの、乳化するんですね。乳化してとろっと、皆さんご存知の、まあそれはそれでね、普通の基本的な、スタンダードの作り方です。僕はですね、あえてスプーンを使わないで、スプーンでドレッシングを作ります。こうやって、でそうするとね、皆さん見てください、分離しますね、あの当然ですよね。これホイップでやると乳化するんですけど、スプーンでやると、ね、分離というか、混じ合うんですけども、そしてマスタードを入れて、そしてお塩を入れて、ね、これで三国流のドレッシングの出来上がりです。あのどこが違うというか、今しますと、そのホイッパで乳化させるとね、よく混じるんですけど、食べた時にそれぞれの味が分かりづらいんですね。もう完全に乳化してますから。スプーンを使うと、ちょっと分離するんですけども、オリーブの味、
赤ワインビネガーの味、粒マスタードの味がはっきり分かると。それが、三國流の、ドレッシングの作り方です。はいね、皆さんね、ちょっと置くだけで汗がかくように水が水分が出て、でこれをですねよくこうやってこう水分をね吸い取ってあげてください。これあまりね長ければもっと水分で出るんですけど、この塩味がね結構染みてしまうので、まあ大体この程度でいいと思います。そうしましたら、ダイレクトにこのままボウルに入れちゃいます。そして、トマト、玉ねぎ、チーズ、そして、バジリコ、ね、手でつまんで、ほとんどねフランス人なんかこう手でほとんどこうサラダでもそうですけど、ほとんどナイフ使いますね。こうやって手でちぎってね、はい、それをですね、ね、こうやってね手を使わないでこうやってよいしょ、空気に触れさせながらね、どうしても手を使うとですね、まず 手の温度でベシャッとなるというのなるのと、なんか機材を使うとね潰れますので、こうやってね、こうやって会えるとね空気も一緒になってふわっといい感じですね。はい、こういう感じですよ。よくマリネしてください。こうするとふわっと上がりますから。そうしましたらこれを一挙に盛り付けます。はい、三國流サラダの出来上がりです。はい、三國流ドレッシングのね、こうセパレッタ感じですと、まあ、こういうこう材料もね、トマトならトマト、ズッキーニならズッキーニ、チーズならチーズのこう個性がはっきり分かるというのが、まあ、最近の、まあ、世界的なそのドレッシングの大体流行ですよね。ただスタンダードはこうよく混ぜてね、キューピードレッシングのように乳化させてこう全体として食べるというのがスタンダード。こういうのはまたねちょっと三國風で、ではまずちょっと水分を抜いたズッキーニでございますね。いただきます。うん、なかなかこのズッキーニだけも主張しております。トマトですね。チーズ、バジリコの香りも非常に、素材を楽しみたいっていう時にこのちょっとセパレッタ、三國風のドレッシングの作り方を覚えていただけると、またいろんな応用、乳化させた場合と分離させたパターンという覚えておくと非常に効果的だと思います。では、今日の、ね、ワインはですね、ベルデカブランコポルトガル、ミニュー地方ポルトガルの白ワインでございます。ローレイロアリントトランジェドゥーラというブドウ酒、なんか聞いたことありませんけどね、だからちょっと、ね、発泡しております。グリーン色もしております。なんか独特な、これね見てください、ね、色もねちょっと色がブドウのグリーンの発泡してて、なかなかなんかお花の香りがする、非常になんか素敵な
ポルトガルのミニウチ法のベルデガブランコ、なかなかこういうね変わった、白ワインも素敵だと思います。まあ、これだけ夏に食欲のない時にねお野菜をたっぷり食べるっていうのはなかなか良いでございます。どうぞ、三國流のドレッシングの作り方を試してみてください。グーです。